部監督、二軍で高騰した先発もすぐ一軍の先発では使わない。巨人阿部監督は来季の投手起用についてもプランを披露。二軍で高騰した先発投手について一軍で先発を開けて待っていることはしないと明言した。原前監督は二軍で高騰した先発は、その流れで一軍でも先発の機会を与えていたが、すぐに一軍で抑えられるかと言ったら抑えられないだろうし、一軍で敗戦処理に置いておこうと。そこで何試合かいい登板ができたら先発チャンスを上げる、と段階を踏ませる方針を示した。やばすぎて草、何言ってんだこいつ。先発向きのピッチャーとリリーフ向きのピッチャーがいることくらいわからんのか？負ける予定なんやな。北村と増田いるじゃん。自分の色を出したくて前任者の良いところまで変えようとする典型的な例だな。まるで先発が足りてる前提だな。はぁ、昭和やん。向き不向きってご存じない？わい巨人ファンちゃうからようわからんのやけど、ローテそこまで余裕あるんか？いやそこはすぐ使ってやれよ。なんで良いところまで余計な改革すんねん。あーら首にして連れてきた監督がこれってどうなってんの？こいつ立浪か？保守やってて投手の球受けてきたのにこれなのか。まともな先発が揃ってるならわかるが、これ割とマジで全権剥奪した原の方が良かったのでは。これモチベーション下がって終わるパターンやな。来年も B クラスか。すぐ1軍で抑えられるかどうかは投球内容によるんじゃん。だから2軍のコーチと連携が大事って話やろ。山下俊ペーターみたいなのがいても敗戦処理からやらせる気か？何を言っとるんや。いやマジで来シーズンも終わったやん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。